漂流者のようですね。行ってみましょう。もしもし。話しかけているのに無視されました。そりゃ世の中にはいろいろな奴がいるからな。ちょっとお待ちなさい。あなたもロンバルディア号に乗っていらした方ですよね。私たちも同じ乗客でこの島に流れ着いて。俺に関わるな。ちょっと待ってくれ。その時が来ればな。こら、せめて名乗っていきなさい。ヒュンメル、運び屋だ。素直なところもあったよな。そうでしょうか。あの様子では言うことを聞いてくれそうにありませんが。ま、同じ方角へ向かうみたいだから、また会うこともあるだろう。それにしても運び屋か。変わった兄ちゃんだったな。あなたが言わないでください。それより日が暮れてきましたね。そろそろ休む場所を探しましょう。なんつうか、焚き火って不思議と見入っちまうよな。この島は不安なことだらけで、身もあそこも縮み上がっちまうんだが、火を見ていると落ち着くというか、安心できるというか。ああ。ええ。人は大昔から火と共にあったと言います。時として火は災いにもなりますが、明かり、暖かさ、安らぎをもたらしてくれた。そんな記憶が私たち人間の魂に刻まれているのかもしれません。へえ、なるほどな。それにしても、今日会ったあの方は何だったのでしょう。
私が話しかけているのに無視するなど失礼にも程があります。ヒュンメルとか言ったか。わしには無視したというより何か目的があるように見えたがな。漂着した島に目的ですか？そんなはずが。カーランのおっさんもそうだが、なかなか面白い奴らが集まったよな。たまたま同じ船に乗り合わせただけで、生まれも身分もバラバラの連中だ。いろいろな人間がいるのは当然じゃねえか。そんなことは分かっています。さて、明日に備えてそろそろ寝るとしようや。もう、今日も大量だ。探索頑張れ。何か頼んだ。崩れたぞ。舞い上がれ。それ。
ラクサ頼んだ。はっまだまだ。はっやっ魚が来た。という人物、そして私たちはこの島のことをまだ何も知らないのかもしれませんね。おや、何かありますね。最高の景色だぜ。
トゥthank you.
ね。あまり進展は見られないようだな。上出来だ。
何かご入り用でしょうか。さあどうぞこれをお大事に。これは貴重な品ですよ。毎度ありです。ありがとうございます。もういいんですか。何を鍛えるの？では、始めましょう。完成よ。もういいの？何を鍛えるの？もういいの？今日はどんな用？任せなさい。完成よ。もういいの？
お、あいつは。忘れもしません。私を無視したヒュンメルという方ですね。こっちを見ているじゃねえか。気が変わって仲間になりたくなったか。それは考えにくいと思いますが。あれは。なんだ今のは。もしかしてあいつがやったのか。あれは銃。砲を小型化した。